皆さんこんにちは、伊勢屋漬物店吉村です。本日は5つのぬか床がいつもと違う違和感状況になった時の修復方法についてお話しします。まず1つ目、いつもと匂いが違う。いつもの匂いと違って、よく言われるのがセメダイン臭とか、シンナー臭ですね。そういった匂いがした時の修復方法について、そういう時はだいたい1週間ほど放置してあってかき混ぜるのを怠ったために、水分、これはもう混ぜてる時の水分、野菜から出た水分ではなくて悪い菌が含まれている水分が出てきます。なのでまずその水分を水抜き、もしくはキッチンペーパーなどで拭き取り、ぬか床の上下を入れ替えます。そしてこの時は一切野菜とかをつけずにぬか床だけを入れ替え、水を抜くという作業を 2,3 日やってみてください。 2,3 日してその状況が改善しない場合は、その匂いに応じて1/4、1/3、半分捨ててしまって足しぬかを補充することによってぬか床の匂いを改善してください。そして2つ目、ぬか床の表面に白い膜のようなものが張っているとき、これ時々皆さんカビと間違われる方がいらっしゃるのですが、この白い膜は乳酸菌がぬか床にたっぷりある証拠ですので、いい状態です。多すぎる場合はキッチンペーパーなどで白い膜を少し拭き取った後、乳酸菌がすごく多い状況になってますので、乳酸菌空気を嫌いますので、底の方から持ち上げるように入れ替えて、乳酸菌を空気に触れる状態にさせてあげて乳酸菌を減らします。そして3つ目、ぬか床が塩辛くなった時です。それは原因としてはやはり足しぬかの時とかに塩を多めに入れすぎたとか、下漬けで野菜に塩がついたまま時々ぬか床に入れる方がいらっしゃいますが、それによってぬか床の塩度が上がることがあります。ぬか床の塩度が上がると乳酸菌は塩度によってグーンと下げられるので、余計に漬物が塩辛く感じます。ぬか床の塩度がすごく高い状態ですので、足しぬかの塩度限りなくゼロにして塩度の調整を行ってください。どうしてもその前の塩度によって乳酸菌が押さえつけられてますので、そうですね、キャベツ1枚2枚ぐらいをぬか床に入れてあげて、それで乳酸菌をもう一度増やしてあげるという方法をとります。そして4つ目、ぬか床が酸っぱい状況になった時です。これはさっきと違って逆に乳酸菌がすごく多くなってますので、何度も申し上げてますが乳酸菌空気を嫌いますので、中の乳酸菌を空気に触れさす混ぜ方をしてください。こういう感じでところどころちょっと空気穴を作っておいてあげて、ぬか床に空気が入りやすい状況で乳酸菌を減らします。 2,3 日何もつけずにぬか床に空気を送り込むという作業をしてみてください。それでも酸っぱいのが改善しない場合は、今までの改善方法と同じように1/4、1/3、1/2と捨てて足しぬかを入れて調整してください。この時も一度にドンと捨てるのではなくて、少しずつ足しぬかをすることで修復していくのがベストです。そして最後5つ目はぬか床にカビのようなものが現れた時、ぬか床がすごく水っぽいまま放置して、2週間から3週間ですね、放置していたり、動物性の食品を入れた時にぬか床にカビが生えることがあります。2番目のね、白い膜と違ってカビはもういろんな色、赤とか青とか黄色とか綿のようにポツポツとなって現れます。この状況は今までの4つとは全然違って危険なサインですので、もうそうですね、もったいないですが全て廃棄というのが無難だと思います。